そう、まずね、試験が始まったらこの個数は 6.0×10^23×モル、質量っていうのはモル質量かけるモル、体積はモルかける 22.4 リットルっていうのを書いちゃうんだね、はい、書いた上でじゃあここのモルに当てはまるものっていうのは問題によって与えられている実際の質量とか実際の体積とか実際の個数とかっていうのをそれぞれ決められているモル質量や 22.4 リットルや 6.0×10^23 乗で割ればモルが出るんだね、はい、OK。 じゃあこれに従ってもこの問題はただ解いていくだけですね。はい、じゃあ1番、1.5 モルのネオンには何個のネオン原子が含まれますかと、はい、個数を聞いてます、はい、はい。じゃあ個数を聞いてるってことはモルを出せばいいんだな、うん、それにこれかければいいんだよね、うん、もう出てるのこれね、これ簡単だね、うん、ここに書いてある、うん、じゃあ 1.5×6.0×10^23 で9.0×10^23 こと OK、うん、はい OK。 じゃあ2番、 3.0×10^23 このマグネシウム原子 Mg は何モルですかと、はい、こんにちは、はい、モル聞いてます。これどれ使おうか、うん、実際の個数割れるかどうかと。そう、これでいいんだよね、うん、今与えられてるのが個数だよね、うん、でそれを 6.0×10^23 で割ればモルが出るんだよな、うん、ってことは 6.0×10^23 分の 3.0×10^23 します、はい、そうすると6と3で2と1で2分の1になるから 0.5 モルと。じゃあ3番、 1.0 モルの二酸化炭素 CO2 には何個の酸素原子が含まれるかね。いい？酸素分子じゃないよ、酸素原子。 O が2個入ってるけど O 一つが、O を一つと考えて何個含まれますからね。じゃあこれ個数を聞いてんだから 6.0×10^23 ×1.0 だけど1モルの中に O が何個入ってんの？そう、 C とO っていうのが、まあ、こういうふうにくっついてますと、はい、これまとめて CO2 っていうんだよね、はい、でこれが、これまとめてが 1.0 モルあるってことは実際 O は何モルある？2モル。そう、2モルあると。だからかける2をするんだね。そう、これ気をつけてね、うん、もしこれ酸素分子O2 が何個含まれますかと、って言われたらこれを一つと考えるからここまでの式で OK でしょ、はい、でも今回原子を聞いてるから1モルの中に原子が O が2個入ってるから、はい、これ一つで1モルなので、うん、1モルあたり O が何モル入ってんの？2つ入ってる。そう、2モル入ってるよね、うん、うん。分かんなくなったら、うん、この CO2 が1モルっていうのを見たときに、うん、CO2 が1モルってことは C 何モル？1モル。そう、 C の数と CO2 の数って一緒だよね、うん、これが1だよね、はい、じゃあこれも1と1だよね、はい、ってことはこれ足したら2だよね、はい、うん、なのでかける2を忘れないこと、はい、そうすると、はい、6に12で 12.0×10^23 になるんだけど、科学のルールで言うとどうした方がいいんだっけ。そう、10をこっちに1個ずらして24乗になると。
で、こだね。これ注意ね。これ引っ掛け問題だから。